日本全国みんなの心を晴れやかにする人を松岡修造が応援します。みんな頑張れ。自転車で走るこの少年、千葉県柏市在住の渡辺優希くん13歳。実はある取り組みを続けています。それは全国の消防署に応援メッセージを書いてもらったんで、全国津々浦々の消防署を訪問して寄せ書きをしてもらうこと。渡す相手は福島県のある消防本部です。東日本大震災で、未だに原発事故と戦っている消防なんですよ。その双葉消防はその地元に残って原発事故と戦った、はい、消防士なんで、それをたまたま自分がテレビで知って。双葉郡にある双葉広域消防本部は福島第一原発の担当消防。事故直後から原発内で消火活動を行いました。住民が避難する中、町を守り続け、優希くんは心を打たれたといいます。なんか助けたいんですよ。地元こうこう応援こう守ってくれる消防士に応援、守るっていうか応援したいな。この取り組みは5年前小学3年生でスタート。ここに頑張ろう。これまで訪れた消防署はなんと450箇所にも上ります。その寄せ書きの中身を見てみると、 3.11 あの日を忘れません、同志として応援しています。そして今回は一念発起、はるばる双葉消防本部まで自転車を漕いで届けることにしたんです。なんで自転車で？あ、自転車、あ、実は私スポーツができない方なんですよ。ゆきさんが？はい、本当に運動が神経鈍い方で、自分が頑張ってるところを見てもらって、双葉消防も旗と一緒に頑張ってもらいたいなと思って。3月下旬出発の日がやってきました。双葉からの避難者を多く受け入れた埼玉県加須市がスタート。ここから栃木県を抜け、茨城県を通り、双葉消防本部まで走ります。全行程およそ240キロ、目標は2日間の日中を使って走り切ること。伴走を買って出てくれたボランティアと共に双葉へ。しかし2日とも大雨、気温も10度を下回り、体力を消耗していきます。さらに、ダメだ、果たして完走できるのか。福島県双葉郡へ2日間で240キロ、激励の寄せ書きを自転車で届ける渡辺優希くんをアクシデントが襲いました。ダメだ、左膝を痛めてしまいます。降りしきる冷たい雨、痛み止めも飲みましたが、果たして完走できるのか。2日目ゴールまで50キロ、途中立ち寄った消防署の人たちが優希くんを奮い立たせます。背中に書いてくれたのは、最後まで負けないで頑張ってください、はい、ありがとうございます、頑張ってください。
ください。はい、ください。そして2日目の夕方。到着です。見事2日間で240キロを走り抜きました。出迎えたのは全国から集まった消防団員。寄せ書きを届けた優輝くんに贈り物が。それは優輝くんに感動した人たちからのメッセージ。嬉しいなと思いましたね。僕のと同じ気持ちで応援してくれる方が、仲間が増えて、なんか心は一つみたいな、ワンチームみたいな、支えてくれるいろいろいっぱいいるんだなって思いましたね。